はい、コナンです。僕はね、任天堂スイッチのゲーム実況とかよくやるんだけど、まあこのドックにさ、任天堂スイッチを挿して、でこれだけだとね、録画できないし、パソコンのね、画面に映せないんで、まあキャプチャーボードをね、つなげてね、そしてこれをパソコンにつなげていつもやってるんだけど、これね、意外とさ、でかいんだよ。だからさ、自分の部屋でね、ゲームやってるだけならいいんですけども、まあリビングに移動してですね、まあみんなでゲームしたりするときに、いちいちこれね、ドッグとさ、キャプチャー持って移動するのがさ、結構大変なんですよ。でね、なんかいいのがないかなってね、ずっと探していました。見つけてしまいました。スイッチオールインワンマイクロドッグ、スクリーンミラー、ストリーム&チャージということで、まあ任天堂スイッチのね、ドッグ相当なことができる。さらにですね、まあ任天堂スイッチのね、ドッグだけだとパソコンに取り込んで、まあ実況動画作るときにね、画面キャプチャーして録画したりできないんだけど、これはさ、さらにビデオキャプチャー、キャプチャーボードの機能もついているっていうことなんで、これ結構いくね。さらにちっちゃいんだよね。だから充電もできるし、キャプチャーもできるし、一応ね、やりたいことは全部できると。でスペック的にはね、フル HD の60フレームでキャプチャーできるっていうことなんで、まあ十分だよね。スイッチのキャプチャーボードとしては十分でしょう。で気になったので、メーカーにね、ちょっと問い合わせて1個送っていただきました。まだ日本ではね、発売されていないみたい。まあ2月発売予定っていうことなんだけど、ちょっとね、画質だとかね、いろいろね、今日はこれを使って Nintendo Switch 遊んでいきたいなと思います。サイズ的にはですね、 Nintendo Switch、 そして Nintendo Switch のドッグとね、並べてみると、その小ささがね、わかるかと思います。コンパクトでいいよね。アーバーメディアの GC550 と比べてもだいぶちっちゃいよね。そしてプロコンと比べてもちっちゃい。ジョイコンのね、片側ぐらいと同じ大きさかな。そして端子はですね、 USB アウト、そしてここはですね、 Nintendo Switch の AC アダプターを差し込むところ、そして HD アウト、ここはパススルーですね。まあ後ほどね、詳しく説明していきます。そしてマイク、ヘッドホンとあります。だからシンプルだよね。そしてここが Nintendo Switch 側に差し込む Type-C のね、コネクタ、これはパソコンとつなぐ USB ケーブル、そして Nintendo Switch の AC アダプターを差し込んで Nintendo Switch に差し込むと、これで OK です。でパソコンに USB3 で接続と。さあそれではね、使っていきましょうか。録画ソフトはですね、まあ一般的なものならば何でも使えるかなと思います。とりあえずバンディーカムをね、使ってまあ録画しながらね、ちょっと試してみようかなと思います。画質はね、十分だね。Nintendo Switch、まあ他のね、キャプチャーボードと比べてももう全く遜色ないというか、まあフル HD の60フレームなので。あとはね、今録画しながらその画面を見てプレイしているんだけど、まあ遅延がね、どうなのかなんだけど、まあ全くわからないレベル、普通にプレイできます。まあ後ほどね、詳しく遅延がどれぐらいなのかっていうのをね、見ていきたいと思いますけども、まあ実際にはね、少しはあると思います。でもね、人間では、僕のプレイした感覚ではわからないぐらい。まあ、USB3.0 接続のね、キャプチャーボードって結構遅延が少ないんですよ。昔のね、USB2.0 の接続のね、タイプは転送レートが遅いんで結構遅延があって、画面見ながらね、プレイすることはちょっと不可能だったんだけど、これは十分いけますね。まあどうしてもね、もう遅延をゼロにしたいっていう人は、これパススルー機能があるんで、パススルーで録画とね、この映すの別々の系列で接続してやると、まあ遅延ゼロでね、いけるんじゃないかと思います。さあ久々のスプラ、やっぱスプラトゥーン楽しいよね。さあでもちょっと微妙だぞ。さあ若干押され気味。
おっとちょっとねわずかに負けました。さあちょっとね他のソフトでもねいろいろ試してみたいなと思います。画質はね十分綺麗かなと思います。マリオカート8デラックスやっていきましょうか。まあ同じくですね、まあ、バンディカムっていうね録画ソフトキャプチャーソフトを使ってちょっと録画しながらねやってみようかなと思います。でこのキャプチャーボードはこの録画機能キャプチャー機能を使うときはパソコンにねつないで録画します。パソコン側でね今はですね Windows 10でやってますけども一応ね説明書を見る限り Mac とか Mac でもね大丈夫っていうことなんだけどちょっと僕 Mac は持ってないんで試せないんだけど Windows 10では普通にね使えます。特にねデバイスドライバーとか必要なくてまあ、USB でねこのキャプチャーボードパソコンにつないでやれば、まあ、パソコンがね自然に認識して、まあ、使うことができました。マリオカート今オンラインのね対戦プレイやってるんだけど難しいよね。楽しいんだけど奥が深いよね。これ勝とうと思うと難しいんだよな。画質的にはまあ先ほどのスプラトゥーンと同じように全くこの違いが分かんないというかね非常に綺麗です。さあ順位的にはね非常に微妙です。さあそれではちょっとね録画ソフトを変えます。 OBS スタジオっていうねこれ結構実況配信とかで使ってる人多いんじゃないかと思います。まあ無料のね録画ソフトなんだけど非常に優秀なんだよね。ちょっとこれを使ってまあ、キャプチャー録画しながらスマッシュブラザーズスマブラやっていこうかなと思います。スマブラはね結構タイミングがシビアなんだよね。なのでちょっとした遅延でもね結構勝負に影響してくる。まあ、やってみた感じ同じくほとんど遅延はね気になりません。普通に技は決まるんで問題ないかなと思います。まあ、本当にレベルが上がってきてもう 0.0 何秒のねタイミングの世界になると、まあ、ちょっとね気になる人は気になるかもしれないけど、まあ、僕がやった感じは全く大丈夫です。さあ竜でなんとか勝ちたい。吹っ飛ばされるか。さあ吹っ飛ばしいくぜ。してくるね。さあ波動拳押したぜ。さああと1回多分吹っ飛ばせば。さあ久々のスマブラ。さあおっと危ね。なかなかいい勝負なんじゃないの。いくぜ。よっしゃ行きましたね。さあなんとかね勝ちましたよ。さあ次はねパススルー機能をね試してみたいなと思います。ここでモニターの方に直接ですね HDMI でつなぎました。でキャプチャーとね両方一緒にやってどれぐらいの遅延があるのかっていうのをね比較してみたいなと思います。ちょっとスローで見ると確かにちょっとキャプチャーの方が遅れる。まあこれはねこのキャプチャーボードに限らずどのキャプチャーボードでもこの程度のね遅延はあるんでどうなんだろう。フレーム1フレーム2フレーム普通にやる分には分かんないレベルだよ。だから本当にスローで駒送りするとねちょっと1フレーム2フレームあるかな。まあ気になる人はパススルー機能を使ってねパススルーしたモニターを使って見てやるといいんじゃないかと思います。でこのキャプチャーボードはボードっていうのか任天堂スイッチ以外にもねスマホとかね他のデバイスでもね使えます。ちょっとね試しにスマートフォンにつないで今ねレッドマジック 5G につないででスマホのね今フォートナイトやってるんだけどそれをね、まあ、録画というかねキャプチャーしながらやっていきましょうか。
まあ普通にいけるよね。フォートナイト、フォートナイトモバイル、僕はね普段フォートナイトはパソコンでやってます。なのでモバイルは久しぶりです。たまにやるんだけどね。モバイルはモバイルで面白いんだよね。普通に綺麗にねキャプチャーできます。なのでまあゲーム実況とかねやりたい人はいいかもしれないよね。さあ相手も漁るぜ。お、さあ相手も回収していきましょうか。だから任天堂スイッチとかね、おっとサメかい。あのスマホとかねいろんなデバイスでね実況したいっていう人はいいかもしれない。久々のサメ。このサメね襲ってくんだよね。倒してやる。なかなかね HP がタフ。来た来た来た飛ぶね。ちょっと削ったか。逃げやがった。